いつか世界を変える力になる。 JICA は一人一人が生き生きと輝く質の高い教育をモットーに、協力隊を通じ教育分野への支援を進めています。世界中で活動する隊員たち、彼らは認知でどのような活動を行っているのでしょう。業務内容はガーナの上層教育科目であるクリエイティブアーツという教科の授業を子どもたちにしたり、地域の先生方へのワークショップを開いたりしています。お願いします。お願いします。活動のことで感じた驚きというのは、やはりいろんなものがない、絵を描く道具がない、物がない、ないもの尽くしの中でどうしようかなっていうのは最初考えました。身の回りのものを何でも教材と見立てて、そこら辺にある葉っぱや草や石や砂や、何でも使いました。海苔は高いので小麦粉で自分で朝作ってきたりだとか、そういうふうにしなるべくお金がかからない、現地の方々ができるようなものを実践するように意識してます。僕、日本でも教員をしてたので、本当にガーナで学んだこと、見たこと、聞いたことを全部日本の子たちに還元したいと思っているので、貴重な経験をさせていただいてます。算数をメインに活動していて、現地の先生と教材を一緒に作ったり、基礎的な学力の向上に努めています。4年生の算数を見ていて、 5-2 ができない子がクラスに 3-4 人いたのにまず驚いて、具体物を触るという経験がまず少ない子たちが多かった。足すっていうことは合わせるんだとか、引くっていうことは減らしていくんだっていうことが分かっていったように思います。 6×1。 高学年にアプローチするものとして掛け算のカルタを用意しました。掛け算の答えが書いてあるカードが、小さいカードがいくつかあって、それが机に並んでいます。で、先生が 2×2 って言ったら4を取った人が勝ちというカルタです。分かると子どもたちも笑顔になるの で自信がついた表情というか、なんかそういうのが見られるのがすごくこの活動のやりがいだなって感じています。小学校で子どもたちに対して算数の基礎授業であったりとか、先生たちの授業観察、あとは研修会を開いて先生たちの指導力向上を目指して活動をしています。授業の中にゲームを取り入れて、学力が低い子も高い子でもみんなで楽しめるようなゲームをすることで、まず基礎基本から子どもたちの力をつけていこうということで活動をしていました。やっぱり最初は私が何を言ってもそれは日本のやり方だからパラグアイでは通用しないって言われてしまうこともあったんですけど、私はやっぱり根気強く自分の授業を先生たちに見せること で子どもたちもやっぱり変わるので、その姿から先生たちもこうやってやるんだなっていうのを分かってくれて変わっていってくれたような気がします。授業後も先生宿題ちょうだいって言ってくる子たちはいたのはすごく嬉しかったです。はい。今は農業高校の野菜部門で野菜栽培に関する技術指導をしています。そうですね、仕事をしていてやりがいを感じることや嬉しいことは、なんかこう通じ合えた時が、会話が成立していることもそうですし、冗談を言いながら日常的な話をしている時間がとても幸せというか、はあ、やりがいにもつながってますし、私がこうした方がいいんじゃないかっていう提案した時とかも聞いてくださったりとか、それやってみようって言ってくれたりした時にすごくやりがいを感じます。ここの方たちができなかったけど、私が入ることで何か一つでもできたことがあって、それを気に入っていただけて、それがまた良い方向に継続していくのであればいいかなと思います。協力隊の活動は少しずつ
だが確実に実を結んでいます。世界中で活動する JICA 海外協力隊、世界の課題解決に貢献したい、そんなあなたの思いを協力隊に託してみませんか。 JICA 海外協力隊応援基金で集められた援助は、協力隊を通して開発途上国の支援に使われます。And then she develops so many learning materials that will help the learners understand what we are teaching them. So I even use some this morning. I have pictures of some of her learning materials. So it is very good. We appreciate it so much. También ayudó bastante a los niños y también los niños muy felices. Y esperamos que ella, o sea, volver algún día.Tener otra voluntaria de vuelta que será bienvenidos a nuestra institución. Yo le quiero mucho a mi mamá. Sí, gracias. あなたの応援で世界中に笑顔が広がる。JICA 海外協力隊とともに未来への種まきを始めてみませんか。